海門駅は、鹿児島県いぶすき市海門十町にある、九州旅客鉄道いぶすき枕崎線の駅である。駅名標は、独自デザインのものに更新されており、名の花と池田湖のイッシーがあしらわれている。単式ホーム一面一線を有する地上駅である。開業当初は、駅舎があり、駅員も配置されていたが、すぐに、 無人駅となり、駅舎は平成になってから撤去された。開業時は一面二線だったが、その名残が、線路の配線に見られる。また、駅構内の枕崎方は、資材置き場となっており、新旧のレールが置かれている。駅前広場は、無人駅には珍しく、砂利式ながらもロータリーがある。路線バスの展開、待機場として利用されている。 東バス停は、主な観光地を結ぶ鹿児島交通バスの系統が、多数乗り入れており、利便性が良い。以下の路線、行き先は2017.11改正の、現行ダイヤ時点、内は、路線名を表し、青丸がある項目は行き先を表す。乗ったり降りたり、マイプラン線終日60分間隔運行を、行うことで途中下車観光での利便性に特化した。 環状路線、名の花海引く東大川線、山川海門線、レンタサイクルあたり、駅東側の指宿市役所海門庁舎にて申し込み。ありがとうございます。